弟はいつも自分の背中を追っていた。弟にも自分と同じ剣士の血が流れていた。弟は幼き日の約束を覚えていた。俺が道を誤った時はお前の手で俺の剣を封じよ。遠い誓いに従って弟はやってくる。二人で過ごし、二人で修行した北斗道場に。同じ道を選べば同じ宿命を背負う。兄弟ならば違う道を選ぶがよい。それはラオウの本心、それはラオウの魂の叫びだが、もう弟には届かぬ。ならば兄の剣、兄の生き様をその身に刻め。さあ始めよう。我が弟トキ。迷いも見えぬ、怯えも見えぬ、四季が貴様の剣を高めたか。私の剣を高めたのはラオ、あなた自身の存在だ。第4話、英傑の時。神はこの俺と戦いたがっている。同じ道を進めば同じ宿命を背負う。時はおそらく北斗道場で待っていよい。一番強い兄弟であることを誓った。早いものだ。あれから何年になるか。
これが一つ目、陶器を持って祈祷する。ここら一体は治安屋敷であるのよ。剣王だってここが怖かね。キャラが販売よ。
な奴らよ。これから聖碑を巡らねばならん。付き合ってくれ。剣王でも現れねえ限り、この辺りは俺様の天下よ。おかしな。あれ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 。なんで、うるせえよ。
とゴミ同然。失せるがいい。恨み、今こそ晴らす。できる。
無双一人で行く。最後の聖碑。始めるか。後悔せぬか。自ら望んで選んだ道、ためらいもない。このラオウを目指していたのならば、なぜ非常の豪の剣を学ばなかった。もはやこの勝負見えたわ。ウヌは俺の豪の剣を、あなたとの戦いまでは使わぬと誓っていた。天を見よ。見えるはずだ、あの視聴生が。なんと我が頭上に視聴生が。北斗神拳1800年の歴史の中に生きる言い伝えがある。互角の剣を持つ強者相戦うとき、その両者の頭上に視聴生が輝くと。さあ、宿命の幕を閉じよう。ラオウ、ヌーリア、おう。私は倒せない。
半人前の技で私は倒せない。ならばラオ、今約束を果たそう。やはり市長生は時の頭上に落ちた。聞かぬ、聞かぬのだ。
さらば、トキ。やめろ、トキ。お前の剛健の秘密はこれだ。やはりせっかく子をついた後か。せっかく子をつけば一瞬のみ剛力を得ることができる。しかしそれは同時に己の命さえ奪う非常の非行。徐々に弱れゆくお前の剣では俺は倒せぬ。それを見抜かれていることを知りながらお前は。なぜ泣く、ラオ。涙をその剛健と野望に変えたあなたが。お前の心、死を覚悟してなおかつまだこのラオウを目指そうとした悲しき心が、この俺の枯れた涙を呼び戻した。もはや悔いはない。宿命の幕を閉じよう。さらば、我が生涯最強の敵。さらば、我が最愛の弟。これが貴様が目指した兄ラオウの剣だ。体を射止える時。